いいですよこのセット。はい、どうも始まりました。今回は初心者向けエフェクターとその音作りについてやっていきたいと思います。なんでこの3台を選んだのかっていうのと、どういう風に使っていったらいいんだっていうところですね、合わせてご説明していきたいと思います。この3台を簡単に紹介していきたいと思います。1つ目はこちら、じゃーん、ボスのスーパーオーバードライブ。これも超ロングセラー商品なんですけども、3ノブのオーバードライブっていうので、とっても使いやすいものになってます。そして2つ目がこちら、アイバニーズのチューブスクリーマーっていうエフェクターがあるんですけども、それのミニサイズになったチューブスクリーマーミニっていうやつですね。こちらもオーバードライブです。なんでオーバードライブ2個あるんだろうみたいなところはですね、この後触れていくので。そして3つ目がこちら、ズーム MS50G マルチストンプですね。このコンパクトエフェクターサイズなのにマルチエフェクターっていうところがポイントでして、これら今からギターを始めていこうっていう方にはですね、おすすめのものになってまして、どれから買っていったらいいか、どういうふうに使っていったらいいかみたいなことはこの後説明していこうと思います。さあさあやっていきましょう。で、今日使うアンプはですね、こちらにある JC120 使っていきたいと思います。この JC の音作りが何気に重要なので、もうここもちゃんとご説明していきたいなと思います。今ギターとアンプ JC をつないでハイインピーダンスの方に入力しています。これについては別の動画でも触れてるんですけれども、こっちの方が元気のある音が作りやすいです。そしてブライトスイッチは今オフの状態にしています。じゃあ早速やっていくんですけれども、この JC の音作り結構癖があるというか、普通にやるとなかなかいい音を作れなかったりもしまして、こちらの動画でも説明してるんですけれども、その動画で説明した2つ目の方法にちょっと割と近い感じで今日は作っていきたいと思います。まず上げるつまみ、ボリュームをちょっと上げてみます。普通イコライザー上げてから音量上げると思うんですけれども、イコライザーゼロで、別に普通になるんですよね。今回はここでまずミドルをマックスにします。はい、マックス。ミドルを上げると、そのミドルに付随して高音だったり低音っていうところも割と上がってくるので、実はミドルを上げるだけでバランスが取れるっていうことなんですよね。残りの EQ はこんな感じで設定してみました。音の輪郭がどれくらい欲しいかっていう点を意識してトレブルを足します。ベースも同様に足すのですが、今回は他の楽器に埋もれない音作りを意識してゼロのままにしました。最後にミドルを少しずつ引き算して自然に聞こえる部分で止めます。この手順おすすめなので、ぜひやってみてください。そうやってセッティングしたサウンドがこちら。はい、ではエフェクター音作りやっていきましょう。どれからいこうかな。スーパーオーバードライブからいきますか。今つまみが全部12時の状態ですね。3ノブのオーバードライブだと割と今から言うことってどれでも当てはまるので、はい、そんな感じで聞いてもらえばと思います。まずオフ、こんな感じですね。でオンにすると、こんな感じになっております。まず音量をオンとオフの時に合わせるってことをやりますね。オンの方が大きいですよね。なのでちょっと下げます。音量さえ決まればあとはドライブとトーンだけじゃん、簡単と思うかもしれないんですけども、これがね結構迷うんですよね。どうしたらいいのか。そこでポイントとなってくるのが、どういう方向性で音を作るかっていうことなんですけども、あっさりドライブでっていう風にいきたいのか、がっつりドライブでみたいな感じで、ちょっとハード寄りな感じにしたいのかっていうことによってセッティングも変わってきます。このスーパーオーバードライブってそんなにめちゃめちゃ歪ませるのが得意っていうものではないので、割とこういうドライブあっさりめ、10時から行って3時ぐらいまでで作るのが割と得意だったりしますね。でそしてトーン、これを下げるとちょっとこうまろやかな感じになって、上げると荒々しい感じになるんですね。なのでこのトーン、なんかトーンっていうと低音より高音よりみたいな、そういうイメージで
聞こえるかもしれないですけど、オーバードライブ、この SD-1 については荒々しさ度合いのつまみと思って触ると良いと思います。上がってると荒々しい感じ、そして上がってると音量も上がるので、その分レベルは下げましょう。荒々しいですね。いや、こんなに荒々しくなくていいんだよちょっとっていう場合は、もう少し控えめにして、その分音量をちょっと戻してあげましょう。続いてチューブスクリーマー、こちらもまあ先ほどと同じオーバードライブなので考え方は一緒です。音量、そしてトーンでオーバードライブっていうのが原因ですね。で、なんでオーバードライブ今回2つ持ってきたんだっていうところなんですけども、キャラクターが違うんですよね。こっちの TS ミニは割とスッキリしています。中域がもっちりしすぎてないというか、これでまあがっつり歪めて作ってみても面白いんですけれども、おすすめはこっちはですね、ローゲイン担当の方がいいかな。ちょっとトーンを気持ち上げて、ドライブを下げて、これの素晴らしいところがクリーンみたいなのもですね、このまま結構対応できるんですよね。ちょっとほんわかドライブしてるんですけれども、このドクリーンだとなんかこのなんかこのちょっとペラッとしてるような JC のこうとそういうところがオンにすることによって、でこれちょっと歪み、いやいやちょっと歪んでるっていう場合は、ここをちょっと下げるんですよね、本体のボリューム。そうすることで、なんかこういう、えこれ JC って一瞬聞く、え JC ってこんなグリーンだっけみたいな音も作れちゃうっていうやつなんですよね。はい、オーバードライブの説明が一段落したところでもう3つ繋いじゃいました。マルチトンプ、この後ちゃんとご説明していくんですが、なんで今回オーバードライブ2つご説明したかというとですね、さっきのまあ言ったキャラ違いってことも当然あるんですけれども、2個同時にオンにするってことによって、1種類2種類3種類みたいな感じで音のバリエーションが増やせるんですね。そこにこのマルチトンプが加わってくると最強っていう感じなので、初心者的にはですよ。なのでちょっとそのあたりをご説明しながらマルチトンプについても触れていきたいなと思います。でまずチューブスクリーマーがオンの場合、でこっちをオフにしてこっちをオンにすると、こんな感じでね、ちょっと中域に味があるようなサウンドも出せる。そしてこれらを同時にオンにするっていうことができるんですよね。同時にオンにすると、こんな感じで、なんだろう、これシングルコイルですよ。シングルコイルでこういう音が作れるっていうやつなんですよね。でハイフレットの、まあ、高音の演奏も太い。でここにさらにですよ、マルチトンプが登場します。でこのマルチトンプって中にマルチエフェクターなので、いろんな音入ってるわけですね。例えばディレイ、これをかけるだけで、いいですよこのセット。でこういうように歪みを2つ連ねるときに大事なポイントが1個あります。それは前に置くペダルの方が原因量が小さい。今回でいうとこのチューブスクリーマーミニが前にいて、スーパーオーバードライブ、しっかり歪む方が後ろにいるっていう時の方がバランスよく作れることがあります。さてさて、お待たせしました、マルチトンプ、お待たせ。このマルチトンプ、今ディレイをねかけましたけれども、これね、いろんなエフェクターが入っていて、ダイナミックスコンプみたいなのが入ってるやつだとか、モジュレーション、そしてオーバードライブディストーション、今やりましたよね。
こういう歪み系も入ってて、でリバーブディレイが入ってて、まあいろいろ入ってるんですね。今はディレイだったんですけれども、メモリーモードでこの右にね ABC って出るんですけど、例えばディレイを A、 次のコーラスを B っていう風にすると、このフットスイッチを押すだけでこのね A と B がね行ったり来たりするんですよ。今はコーラスかけたいって時にこっちをオンにして、でやっといてディレイと思ったらディレイに変わるんですよね。この3つしかないのに歪みいろいろみたいな形のものを任せられるんですね。でもこれディレイとコーラスばっかりだったらオフにできないじゃんっていう場合は、まあいろいろやり方あるんですけども、まあ、僕はこの一番上にバイパスっていうのを作ってて、まあ、何もエフェクトがオンになってないやつを作っておくと、これを C にするとこれでね A、B、オフ、C がねバイパス、こんな感じで音を行き来できます。で初めにまずどれから買っていったらいい、3つもいきなり買えませんという感じになると思うんですけど、まあ、どれから買っていったらいいですかって聞かれたら、僕的にはやっぱねマルチエフェクターからおすすめしますね。まあ、このマルチストンプはまあちっちゃくて持ち運びやすいからこれをお勧めしましたけれども、例えばボスの GT1 だったりズームの G14 だったり他のものでもいいんですけれども、マルチを買うことによってどういうエフェクターっていうか、その音色の種類だとかエフェクターの種類があるんだろうっていうのがこうざーっと学べるので、まずはこのマルチを買うといいんじゃないかなと思います。歪みどうしたらいいんですかっていうところについては、中にマルチの中にオーバードライブね、今ご説明したようなのが入ってるのでちょっとやってみましょうか。ガバナーってやつがですね、まあ、歪みのエフェクターになってて、でちょっと一個気をつけないといけないのが、ズームのマルストンプって歪みがめちゃめちゃ音大きいんですよ。爆音でなってびっくりするので、まず音量をゼロにするところからスタートして、ここからね、あーこれぐらいこれぐらいみたいな感じで作っていきましょう。でちょっと音作りもしてみましょうか、まあ、こんな感じですかね。ちょっとトーン下げ目、原因はほぼ12時、初めのうちはこれ1個買って、この中にこの歪みエフェクターとその後ろにディレイを入れてだとか、そういうね一台の中で複数エフェクトをね組み合わせて音作りすることもできるので、まずはこれからスタートして、でやっぱりねどうしてもこの平べったいというか、中でねデジタルのこの計算式でこの歪みの音をわーっとこう作り出してるんですけども、どうしてもちょっとぺったりしちゃうので、ちょっと聞き比べます。こっちだとなんかこう抜けてこないっていうか、バンドで弾いた時に何弾いてるのかちょっと分かりづらい歪みだったりするんですよね。なのでまず初めにマルチを買って学んで、分かってきたぞっていうタイミングで、じゃあちょっと他の歪みペダルを買ってみようかなっていうので1個買う、そしてまたキャラ違いでお金に余裕ができたらもう1個買うみたいなことをして組み合わせるといい感じになります。こういうオートアウトか飛び道具系もなんかこのマルストーム単体だと、なるほどみたいな感じなんですけども、このアナログペダル、例えばねこのチューブスクリーマーとかと組み合わせるだけで一気に迫力が出て、みたいな感じでかっこよくなるんですよね。なのでぜひぜひこう組み合わせて使って研究してもらえれば楽しいし、いい音できるんじゃないかなと思います。いかがでしたでしょうか。おすすめの3台の使い方、音作り、そしてそのサウンドでした。このマルチストンプだとかこの動画ではなかなか全ての機能を話しきれませんでしたので、また今後別の動画でやっていきたいなと思いますので、ぜひぜひチャンネル登録してお待ちいただけると嬉しいです。オーバードライブでの音作りやコンプでの音作り、そしてコーラスの使い方などいろいろ動画出してますので、そちらもぜひチェックしてみてください。それでは今回の動画は以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。ではまたの動画です。